Thank you.
ここは？わかった。手を貸そう。ありがとう、クポ
知らないよ。
農作業の移動手段、時には戦力としても活用されてきました。希少種に持つ珍しい色の皮や皮は冒険品の素材としても大事だったとか。ぬるい。モンスターの縄張りのようだ。エレファダンクの希少種を確認しました。これよりガイドを開始します。温厚な性格のエレファダンクは家畜として人間の生活に寄り添い、農作業や移動手段、時には戦力としても活用されてきました。希少種の持つ珍しい色の皮や牙は工芸品の素材としても人気だったとか。しかしながら飼育に手間と時間のかかるエレファダンクはやがてその座をどこも決まった。手を貸せ。先手だ。Huh?
程度頼む合わせろ手を
確実に。変化をつけよう。私の出番。仕掛け。当たれ。よし、うまく使って。ぬるい。逃がすか。いけそうかな。やった。
ここで死去。甘い。
備えがいい。
クラウドさん、黄金の羽はご存知ですか？チョコボの羽の中で特に色ツヤが良いものは黄金の羽と呼ばれ、装飾品や薬の材、チョコボショップなどで引き取ってもらえるので、見つけたら拾っておくといいですよ。
華麗な勝利、お見事です。ところでクラウドさん、お願いしてあったエンシェントマターの調査はその後いかがでしょう。決してせかすつもりはありませんが、僕ずっと待ってますからね。どうかよろしくお願いします。Thank you.
頼む。
し。あぶり出す。油断したな。行くぞ。任せろ。続けろ。やるぞ。よし。消えろ。共和国時代に作られた古い道だ。整備をしなければこうなる。シンナは自分で使うとこしか手入れしねえからな。昔はバスが走ってたって聞いたことがあるな。バスは共和国と一緒になくなった。つまり俺たちが歩かされてるのはシンナのせいってわけ。でも楽しい。ハイキングってこんな感じ。考え方次第だ。
いたくなってひどいぞ兄貴。バカ野郎、お宝のためだ、仕方ねえだろ。俺だって団長の思いだ。俺はレア派なんだよな。盗賊団のボスって意味だ。なるほど、いい匂いだぜ。でもや、追ってくるかな。何でもやが諦めるな。いい匂いだぜ。ここで待機だ。あら、もう食っていいか。我慢しろ。腹減った。うめえだっつってな、焦げるぐらいがうめえのよ。いやでもちょっと焦げすぎじゃねえか。うるせえ、俺たちの名前って言ってな。何でもやが諦めるまで行く。ここで待機だ。あら、もう食っていいか。我慢しろ。うめえだっつってな、いい匂いだぜ。焦げるぐらいがうめえだよ。いやでもちょっと焦げすぎじゃねえか。うるせえ、素人に黙っていてる。あら、減った。何でもやが諦める。俺はレア派なんだよな。あら、減った。もう食っていいか。我慢しろ。うめえだっつってな、焦げるぐらいがうめえのよ。いやでもちょっと焦げすぎじゃねえか。うるせえ、素人黙って見てろ。ビビらせんなよ。何でもやが諦め。よっしゃ、焼き上がったぞ。メグ特製トリノマル焼きの完成だ。我ながらうまく焼けたぜ。もうしゃべらん、食事にするな。遊んでいる暇はない。安心しろ。とっておきの作戦が、その名も生贄作戦だ。生贄、生贄、生贄ってなんだ。生贄はお前だ。俺か。ほら、これやれよ。届け。
ケツを合わせる。分かった。うずまくこの隙に。エネルギー反応は追跡できるんだろう。